朝食カップに透明のレジン液を注ぎます。宝石の雫シアンを少量混ぜます。ここに着色料を出した理由は、少しずつ色を足していきやすいからです。でもここに着色料を出しっぱなしにすると作業中に手につきやすいので、拭き取ってしまった方が作業がしやすくなります。よく混ぜることができたら、気泡が抜けるのを待ちます。エンボスヒーターをかけてあげると、気泡抜けが良くなるので、早く気泡を抜きたいという方はエンボスヒーターをかけてください。エンボスヒーターをかけるときは、朝食料がきれいに混ざり合っていないと、エンボスヒーターの熱で着色料が固まって、レジン液の中でダマになります。しっかりと混ぜ合わせてからエンボスヒーターはかけましょう。気泡を抜いている間に、大きめにカットしたサランラップをくしゃくしゃにして、広げてから キューブ型のシリコンモールドに着色したレジン液を注いでいきます。レジン液を3分の1程度注ぐことができたら、先ほど作ったサランラップを封入していきます。しばらくこのまま放置して気泡が抜けてくるのを待ちます。待っている間になくなったサランラップをもう一度作っていきます。
ある程度気泡が抜けてきたら硬化します。硬化することができたら同じ手順で縁いっぱいまで作っていきます。通常の封入物は封入しすぎると硬化不良になりやすくなるのですが、サランラップは透明なのでいくら封入しても硬化不良になりにくいです。ラップを封入することができたら、気泡が抜けるのを待ってから硬化します。この状態でエンボスヒーターをかけるとサランラップが溶けてしまいます。もし気泡抜けを良くしたい場合は、この状態でエンボスヒーターをかけるのではなく、朝食カップに入っているレジン液をエンボスヒーターで温めてください。最後の層を作っていきます。最後の層を作るときはレジン液は縁いっぱいまで入れないでください。縁いっぱいまで入れるとサランラップを入れたときに溢れてしまいます。サランラップを詰め込むことができたら、縁いっぱいまでレジン液を流し込みます。縁いっぱいまで注ぐことができたら硬化します。もしこの時表面からサランラップが飛び出してしまっている場合は、なるべく押し込んで硬化させます。で、もしどうしてもこの出っ張りがうまく収まってくれないという場合は、上にシリコンマットをかぶせてください。硬化することができたら、硬化熱が冷めるのを待ってから、モールドから外していきます。モールドを外すときは、レジンクリーナーをレジンとシリコンモールドの間に染み込ませます。こうすることでシリコンモールドの傷みが少なくなります。
モールドから外すことができたら完成です。こんな感じで並べてくっつけてキーホルダーにしても可愛いと思います。横から見るとこんな感じ、そこから見るとこんな感じ。この面が一番可愛いです。